本駅が記載された、旧船時代の補助法は代表化ゆた駅は、台湾台東圏避難郷にあった台湾、鉄路管理局台東線の廃駅。1982年の台東選択、広島計画の完成前は、台東線は、太平形に沿ったルートで、当駅はその旧ルート上に、あった。このうちのビロを呼びかゆたかは1000分の18から25の勾配途上だったことから、 スイッチバック式の駅とされた。現在の合同等38線と合同等37線の交点付近に位置し、軌道は撤去され、稲葉産業道路に転換されている。跡地付近にある稲葉丹前という住所表記や道路標識が当時を物語る数少ない痕跡となっている。スイッチバック式の地上駅であった。避難後で隠しを意味する、バラン、隠しの地を意味する、 イノバラガンが、イナバランに転じて省略された、節当地の地形が急峻で旅人の事故死が多かったことから、避難後で、同じく、事故死、不良主などを意味する、エナバが転じた説。当時属していた北、伊徳寺社から人里離れた場所だったため、避難語語で、離れた場所を意味する、ムバラン、その後の避難後で、離別した人などを意味する、ムワバランが、イナバランに転じた説。 ありがとうございます。